どうも、ゆうたです。今日は吉野家のスタミナ超特盛り丼というのにね、チャレンジしていきたいと思います。まあなんかね、吉野家史上最大のボリュームということでね、なんかね、1700キロカロリーもね、あるらしいんですよ。まあ今ね、全然外に出れずね、まあ家の中にいるんですけど、まあせっかくなんでお持ち帰りで買って早速チャレンジしてみたいと思います。ではちょっと買ってきます。はい、ということで、ね、早速お持ち帰りでスタミナ超特盛り丼買ってきました。では早速ちょっと開けていきたいと思います。はい、ではね、こちらがスタミナ超特盛り丼ということでね、ちょっとサイズ比較のために横に牛丼の並盛りを置いております。そうですね、まあやっぱり並盛りに比べると大きいですね。まあ超特盛りって言ってもですね、爆盛りとは違いますんでね、まあどれぐらいでしょうかね。ちょっと重さ測ってみたいと思いますね。よいしょ、ドン。総重量は、まあこのね、ご飯が入ってる器も入れてですけど、668g ですね。すごい量になってます。で、トッピングの方なんですけども、何が入っているかというと、鶏肉、豚肉、牛肉ですね。それと卵に、上にね、もうね、開けた瞬間匂いがね、すごいんですけど、まあ開けた瞬間っていうか、もう帰ってくる時にね、車の中に漂ってたんですけど、ニンニクがめっちゃ乗ってるんですよ。もうね、ニンニクが半端じゃない。もうね、今部屋中がニンニク臭で、フライドガーリックですね、これは。それとまあ青ネギと卵ですね。全部合わせてね、これ一杯で1700キロオーバーというね、スタミナ超特盛り丼ということになってます。では早速ね、これを食べていきたいと思うんですけど、まあこれをね、普通に食レポして食べても多分面白くないんですよ。だからやっぱり、まあ、僕といえば早食いかなと思うので、まあ、ちょっとね、これどれだけ早く食べれるかをね、ちょっとチャレンジしたいと思います。はい、ではね、早食いということで、まあ、ちょっとこのレンゲを使ってね、どれぐらい食べれるかチャレンジしていきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、時計もしっかり準備して、じゃあちょうどいいタイミングでスタートしたいと思います。じゃあちょうどこれがスタートします。4、3、2、1、スタート。イエーイ。さあ、まずは何ゾーンかな。これはチキンゾーンだな。いただきます。うわ、すごっ。うわ、めっちゃこってり。うわ、ニンニク効いてますね。うわ、がっつりだわこれ。あけど、やっぱ味はうまいっすね。すごい。おいしい。やっぱ結構濃いめの味付けですね。おいしい。いや、これちょっとね、今日の夜ちょっとチューできないかもしれないですね。まあする相手いないんですけど。ニンニクやべえな。
ご飯よりお肉の量が多いかも。うん、切りましたね。2分50秒ぐらいかな。まあ喋りながら食べたし、多分本気出せば2分半ぐらいじゃないかなと思います。まあね、味はねしっかりついてて、さすがスタミナと言われるだけあるかなと思いました。うん、これはねすごく美味しい、ボリューミーですし、ただねこれ1700キロカロリーだったらね、大体成人男性多分確か2500キロカロリーぐらいなんですよ、1日に必要なカロリー数ってですね。これ一食で1700っつったら、そうですね、もう3分の2以上いっちゃうんで、ちょっとこれ食べたら健康的にもですね、ちょっとその日の夜とかちょっと考えた方がいいかもしれないですね。まあけどね、とっても美味しいんでおすすめします。ぜひね皆さんチャレンジしてみてください。このスタミナ超特盛り丼めっちゃおすすめです。美味しいです。まあ別にねこれは吉野家さんとの企業案件でも何でもないんでね、本当におすすめしてますんで、まあ、もし吉野家に行くことがあったらぜひ食べてみてください。それではまた何か機会がありましたら色々とチャレンジしていきたいと思います。ではまた次回。